はい、こんにちは、みちはたです。10月に入ったんだけど、まだまだ暑い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、怒涛のような日々があってなかなか更新できなかったんだけど、落ち着いてきたのでまた頑張りたいなと思います。今日はですね、カマキリ、こんな、カマキリ、ややこしいけど、カマキリの方ね、カマキリって秋がメインのシーズンですが、あるカマキリを紹介したいなと思います。僕がこれ調査 して2、3年目で、三重の山奥でね、初めて発見したんですけど、僕が発見したっちゃで、初めて見た。で、見たとき、うわ、知らんカマキリやってね、うわ、新種のカマキリ発見してもたと思った感動を今でも覚えています。それでは見てください。See you. ポーズ。忘れる。ちなみにこのチャンネルは、自然環境調査の仕事を13年して、日本中の憧れ生き物に出会ってきた後、今は岡山県の人口1500人の辺境の村、西アークラ村に暮らし、鹿の解体などをしている僕が、かつての僕のような生き物大好き少年少女や、そのお父さんお母さんに出会ってほしい生き物やその探し方を紹介しながら、その子供たちは一体どこへ向かえば幸せなのかを探求していくチャンネルです。こんなんです。カマキリの中で、日本のカマキリの中で一番素早いんちゃうか。バサバサってカサカサって動く。ほら、かっこいいでしょ。ちっちゃい、ヒナカマキリっていう羽がないカマキリも渋いけどね。ほら、ぶって飛ぶんちゃう。お、来た来た。お、かわいいな。これトイレにいました。なんと高速のね、高速道路のトイレ、コンビニと一緒で。わお、ガーこっち見てた。はい、皆さん、今日の動画いかがだったでしょうか。これね、ヒメカマキリっていう別に新種でもない、カマキリで新種ってもうなかなか多分日本で現れないですね。そんなにたくさんいる生き物でもないし、まあまあ大きいが目立つでしょう。あのカマキリは小さいけどね。で、新種でもなかったんだけど、初めて見つけた時の感動ってやっぱり今でも鮮明に覚えてます。三重のね、すごい山奥やったと思うけど、うわって一人で調査してた時ね、すごっと思ってね、こんな仕事して幸せやなと思いましたね、その時は。で、今日までね、昨日までか、一昨日までか、割とすごい人たちと仕事を幸いにもさせてもらってて、その中で、すごい人たちがやってることはもちろんすごいことなんだけど、僕に何ができるのかなってずっと考えながら仕事をしてましたね。それでやっぱり僕のできることって言ったら、役にも立たない生き物、これカマキリとかね、蝶もそうだけど、役にも立たないっていうのは、その生き物にとっては本当は失礼だけど、別に役に立つ、人間の役に立つために生まれてきたわけじゃないからね。でもそのいわゆる役にも立たない生き物をいろんな人に紹介してね、この動画ももちろんそうですけど、どれか一つでもハマってくれたら、好きになってくれたんで、例えば人をね、好きになって愛する時って役に立つかどうか考えないでしょ。そういうような人に出会うように生き物に出会ってくれたら、この地球にね、一緒にいれること、そのことを幸せに思ってくれるはずだと思って、これからもちょっと落ち着いてきたんだね、ほんまかな。まあそれを願いつつ、頻度をガッと上げて発信していきたいなと思います。まだまだ紹介した生き物、愛しい生き物がたくさんいるんで、役に立たないよそれは。でもそれが何だっていうんだっていうね、かっこいいかな。決まった。まあこんな感じで、それではまた次の動画で。 See you See you See you